はい、それではビリヤードでブレイクって一番大事なショットになるんじゃないかなと思うんですけど、特にプロではブレイク次第で、ブレイクの配置次第でっていうのがあると思うんですけれども、タカノプロなりのブレイク、ナインボールブレイクのコツとか、どういう感じでコントロールしてるのかっていうのをお伺いできればと思います。はい、最近のナインボールの傾向みたいなのが、流行りみたいな、流行り、今のブレイクの流行り、それ聞きたいですね。まあ、大体2種類ぐらいあって、はい、まあ、強くいけば、とりあえずナインボールなんで、当たれば入るんで、今のラックシートで、これだったらと3番がここに入るようになってるんで、まあ、そこまで強くつく必要がないんで、はいはい、今だと3ポイントルールって言って、2つ以上こっちに来なくちゃいけないっていうのがあるんですけど、はい、一番大事なのが1番を最初入れやすいところ持ってくる。一番のコントロール。コントロール。で、それで、まず1個目が厚めに当てて、ここに一番を手前に入れて、ここに持ってくるっていうのがあるんですけど、その時に厚く当てるんで、左ひねり、こっちだと左ひねりひねって、はい、スピンを与えて、ちょっと開かせるイメージ。当たった時の手玉のアクションで、はい、ここで、こっちに逃げるじゃないですか。ちょっとスローして。あ、それは走りやすくなる。そうです。なるほど。で、それで走らないコンディションとかあるんで、そのやり方だと、それ厚く当たると結構サイドにあと入りやすかったりするんで、あ、はいはいはい、そういうコンディションによって変えてます。なるほど。もう一つは一番のちょっと左側、厚み半分より厚いぐらいです。3分の2ぐらいですね。ああ、で結構左、ちょっと左、難しいですね、表現が。だから手玉がここら辺に来る感じで、引き玉、真下をつけます。真下を思いっきり真下ついて、まあ、ミスキューしない程度の強めに、でこう手玉がここから引けてくるんで、こう来るんで、はい、で1番は薄く当ててるんで、うん、ここに入らないんで、こっち手前に落ちて、こうやって走ってくる、手玉はこう来るんです、はい、で1番と手玉こういうセットになる。こっち来すぎても大体1番ここら辺になって取り出して、それをコンディションで変えてます。この2パターンをついてみて試してみる、その台によってどっちが合うかっていうのを選んでるんです。あと他のプレイヤーをブレイク見て、はい、あ、この台はこういう感じだなと思って、なるほど、変えてます。じゃあ他の人のブレイクを見るっていうのもめちゃめちゃ大事です。大事です、コンディション、うん、このお店のテーブルは厚く当てると意外と走りづらいんで、あ、ここは早い、はい、もし試合だと最初どっち行こうって厚めにやります。厚めにで、ちょっとひねる、開かせるっていう。そうですね。じゃあちょっとまずそちら側をお願いします、はい、やっぱり、うん、このテーブルはこんな感じ。あ、このテーブルだとこのブレイクは難しくなる。難しいなっていうの。あ、なるほど。でも結構まっすぐ当たっていい感じの力が出るんです。はいはい、まあ、本来ここに入れたかった。そうです。で、募っちゃって、そうです、まあ、今の感じだとここら辺まで来そうでしたね、今の力。あ、そうですね、募らなければちょうどいい感じだった。なるほど。もう一パターンの真下を突くっていうので、はい、花プロはまっすぐ持ってくるって、はいはい、こういうのもちょっと一時期流行りましたよね。じゃあ今はまだやってないの？いやいや、プレイヤーによって、あ、僕の中でもあるんですよ、流行り。あ、流行りとか川端プロよく見ます、ね、直接戻して左ひねってこう行って、手玉がこういう感じ。こっちがこっちのクッションに入れようとはせずっていう。そうです。それで1番がこっちに引くんだ。こんなに手玉を引いてくるって、はい、でもこの間見て、ああ、なるほどとか。で、僕練習しましたけど、はい、できなかったです。で、今度は引くだけ、下だけ。そうです。台湾のプレイヤー結構やってるんですけど、まあ、手玉がこっちに返ってくるぐらいの感じです。このくらいの手玉がこういうイメージ。なるほど、真下だけを作る。あ、台湾の主流ブレイクみたいな。そうですね、よくやってます。あと、うん、海外のプレイヤーが最近よくこれをやってます、うん、こんな感じです。おー、なるほど。ちょっと弱いです。確かに一番この辺の感じで結構しっかり引いてるっていう。そうです。これがじゃあ結構世界的に流行ってる。流行ってますね。これはかなり貴重な情報ありがとうございます。一回僕じゃあ試してみて、アドバイスをいただければ。厚みがちょっと難しいですけどね。何回か練習すると分かると思うんで、そこまで薄くないです。ちなみに高野プロのブレイク級は BK3。 あ、プレイヤー同じ。あ、一緒に軽くしてます。軽くして振りやすくしてる。そうです。世界的に流行ってると言われる引きブレイク、ひねりは一切いらない。いらないですね。ちょっと薄い。あ、ちょっと
ことですか。これはちょっと薄すぎて、もっと厚く、もっと9出して、で1番こっち来るの、はいはいはい、振って握手になると結構9が出なくなりそうなんですけど、結構、うん、結構引けるんで、あのこっちに玉がいっぱいあるんで、うん、簡単に引けるんで、はいはい、そこまで引かさなくて大丈夫。なるほど、しっかりとしっかり下をつく、下をつくって呼吸出して大丈夫。ちょっとお酒より厚めに、しかしなんか走らない、ちょっと厚すぎかな、これ厚すぎだけど、ちょっと厚く当たっても、はい、こんな感じになる。ああ、これだとそんな取り出しはいい感じですもんね。だからその薄すぎなければ、もし厚くなりすぎてもこういう状況になるんで、意外とお得が。なるほど、どっちかというと厚めの方にミスった方が良かったりする。そうそうそう、ひねりの場合は厚めに狙って左をついて、ちょっとでワンタップぐらい、まっすぐ当てて手玉のラインは、手玉はこう返ってくるんで、こう返って真ん中ら辺に戻ってくる、真左ってことですか。真左だけど、ひねりすぎると球が軽くなってちょっと弱くなるんで、うん、ちょっとシュルシュルぐらい、シュルシュルじゃなくてシュルシュルぐらいのイメージで。右ついじゃん全然違います、ね、それもありかなと思ってちょっとね、やっぱ難しい、その引き玉の方が難しくない、はい、そのひねるんで、ひねって強くつくんで、はい、やっぱズレが生じる、はいはいはい、でそのリスクはある、はい、こうやっぱ左ひねってるから右にズレやすい。今のだと、まあ、下手するとスクラッチの可能性が、あれちょっと見越してつくような感じで、まあ、相当練習が必要で、そう、自分のその癖を、うん、人によってやっぱ見方違うと思う。はい、わかりました、すごい勉強になります、ありがとうございます、うん、それではテンボールについて伺いたいんですけども、先ほどナインボールとかってもう主流は全然強くつかないみたいな、テンボールはまあ結構強くつく人も多いなって感じるんですけれども、どうなんですか、ね、実は、はい、そんなに力いらないです、要はあの、うん、質というか手玉をちょっとジャンプさせてくるんで、うん、飛ばしてこう当たって手玉が跳ねて跳ね返ってちょっと押しても勝ってって感じ、強さよりも質です、強く見えるっていう、そうです、ただアクションがあるから、うん、派手な感じに強そうに見えるっていうだけ で、そのショット的には、マックスが10だとするとどのくらいの、6ぐらい、6、7ぐらいじゃないですか、普通のハードショットと思ってくれれば、あのブレイクって考えない、なるほど、壊すっていうよりもそうハードショットっていうだけ、そうそう、力んじゃう、はい、なるほど、だからいろいろコツはあるんで、ブレイクみたいな、それちょっとぜひ、はい、置く場所でも全然違うんですよ、それもコンディションによって、岡山とプレイヤーによって違うんですけど、僕は3つポイントあるじゃないですか、はい、どっちでもいいんですけど、このポイントとこのポイントの間ぐらい、右か左かの、そうそうそう、どっちでもいいんですけど、そうするとこうだと、こうだと僕のブレイクの質だと1番まっすぐ当たった時にここに入るんです、1番がそこに入る、はい、1番を狙いに行くっていうわけではない、基本的に4番と5番、2段目をここ狙って、うん、2番と3番がこれ一周するんで、うんうん、一周してこっち側に、そうです、こっちかこっちに入るんで、うん、あと、まあ、入らない場合もありますけど、うん、で6番と7番がこうバンクでこっちに入る、うん、でだから一応7個狙える、なるほど、じゃあマックス7個入る可能性がありますあります、そういうのも普通にあるあります、あります、それは本当に奇跡的な時しかないです、はいはいはい、あ、じゃあ7個は一応、ね、狙えるっていうか、そうです、一応入るボールが7個あるんで、でチャンスは結構意外にある、1個入ればいいんで、うん、で僕は1番を入れに行くっていうのはなぜかというと、そこまで正確に当たらないと思うんで、大体穴前残るんですよ、狙いに行って穴前残って手玉ここにあるから飛び出しが良くなる、そうです、まあ、手玉が蹴られてもここにあるんで、うん、まあ、どこでも狙えるよ、それでこれをもうちょっと厚くすると1番がこっちに走ってくるんですよ、はい、で強すぎ、うん、走りすぎちゃうとこうなっちゃう、手玉が例えば蹴られてこっちになっちゃう時とかあるんですけど、うん、そうすると取れない、逆にもう少し薄く置くとこっちに来るってことですよ、なるほど、結構でもずらしてる方ではあるんですか、そうですね、みんな見てると真ん中寄りでやってますね、で僕はまっすぐすぎが苦手なんで、はい、ちょっと角度つく、そこから、全圧で、全圧です、で、同点はちょい上です、ちょい上ぐらい、
でレストをなるべく自分の極限まで上げてください。これがまた僕難しくてなかなかなんですけど、はい、高くするコツみたいな。そうですね、薬指を中指に近づけて重ねる感じ。こうそれで重ねないでちょっと上がります。あ、はい、この2本の指を近づけることによって高さを出す。そうです。でちょっと高くするとちょっと不安定になるやつ、弱いと、はい、低ければ低い土台が強いやつ、うん、それを守るためにもで角度をつけてそれでちょっと飛ばすイメージ、ジャンプさせる。なるほど、一度お願いします。はい、あんな感じの跳ね方。なるほど、まあ、理想当たり方的にはそうですね、うん、ちょっと右ひねった分と、あとこのコンディションは難しいし、テンボールでノーインって結構、まあ、プロの試合でもありますもん。入りにくいコンディションがあったりします。基本はやっぱ跳ねさせることによって手玉のコントロールとこの入れ爪が入りやすいっていう意味合いもあるんですか。そうですね、あと割れ方ですね、質が割れ方がこう均一になりやすいです。飛んでた方がで僕の勝手なイメージなんですけど、はい、多分検証したことないですけどスピードカメラとかで、はいはい、多分この高さの厚みあるじゃないですか、はい、これ半分だと思います。この半分のところで当たると、と質がいい、綺麗に割れて、はい、なおかつサイドも入りやすくなる、はい、そのスピードが台によっては特に飛ばさなくてもなんかサイド狙えるパターンってあります。あります。あります。あれって何が違うのかなっていつもやっぱこのコンディションっていうコンディションと、あと弱くいけばいくほどトラブルが多いんで、はい、配置は難しくなる。なるほど、入れはできたとしても、そう、一番が、そういうことか。なんでなるべくしっかり行きつつ、そうです、綺麗に割りたいっていう。そうですね、そのさっき言った7個チャンスがあって、であと1番をなるべく、もう一回ですか、さっきの。ぜひ、ひどすぎる。でまあ、一番の狙い、一番もこっち側に振る。そうです、まあ、手玉は今蹴られたからこちらに行ったけどっていう。ショットのつく時のコツみたいなのありますか。一番大事なのがテイクバックの時に必ず顔を上げないでください、はい、よくみんなテイクバックの時に顔をこう上げちゃう人いるんで、あ、上げて振りやすくしてるイメージなんですけど、それを実はだその顔をずっと動かさないイメージの方が、うん、体は体重を乗せる感じはそのままで、あの、人それぞれのタイミングでいいん で、うん、で顔の高さをテイクバックの時にいじんない。ついた後は全然大丈夫です。ついた後こうなるのは大丈夫です。体は動くけど顔の高さはキープする。キープする。そうじゃないとこうフォーム的にこう、これがスタンダードですよね。肘が、はい、肘が支点になってスピード上がるんですけど、これをテイクバックの時に上げちゃうともう肘がないですよね。肩が支点になっちゃう。だからそれでみんな力んでスピード上がらない。スピード上げるコツでもあるっていうことです、ね、あります。やっぱここの肘のこの振り方が一番パワーあるんで、うん、じゃあみんな力んで失敗します、はい、テイクバックの時に顔をこうやってやって、あ、それで失敗、ああこんな感じなんですよね。こうなっちゃうとこうなる。肩でいい、いきやすい。パワーも全然出てないってことですね。スピード見た目だけこういいけど、つく時はどこを見てなりますか。僕はその時によって違うんですけど、手玉と的玉の間ぐらい。結構そうおっしゃる方はいらっしゃる。間を噛んで漠然と見てるような。そうですか。ただ自分のその経験値で同点つく感じです。だその要は手玉をどんだけ追い越せるかなんで、ブレイク追い越せるか。ここをつつくと弱くなるんです。はい、こうやって指でやれば分かるんですけど、つつくと弱いですよね。はい、追い越そうとすると強くなりますよ。ああ、なるほど。手玉を越そうとすると、じゃあみんななんか表面的なところを捉えて叩こうとするんですけど、うん、実はそれ一番弱い。打楽器で考えると太鼓でバチも、うん、これがバチだとして、うん、トンってやると太鼓なんで、うん、その先行けないですけど、はい、その先を越そうとしないと音が大きくなる、はいはいはい、そういう意味。玉をもう越しちゃう。そうです、追い越す。まあ、ゴルフでもパタンカンってやってで、はい、飛ばない、はいはい、だけど振り抜くとスパーン。なるほど。パターだとそんな飛ばないっていう。
ちなみに今ブレイク球ってカーボンが主流だと思うんですけれども、あ、はい、BK3 を使ってる理由とかって手に馴染みがいいというか、なんか木の方がコントロールしやすい、そこまでパワーいらないと思ってる人なの、はい、カーボンほどのパワーはなくても、まあ、必要な時は使うと。でめちゃくちゃパワーありますよね、カーボン。こことここの間ぐらい、はい、そう、レスト付けの長い方がいいんですか。いや、もう自分の好みです。長すぎると今度球が立たない。いい感じ。いい感じですか。あと厚みだけです。結構ずれました、うん、だけど顔を保ってたんで、はい、やっぱパワーが全然あると。球スピードめちゃくちゃありますね。ありがとうございます。であとちょっとイメージよりもうちょっと球の振りを遅くしてもいい、うん、ちょっと速いか。速い、振るのが速い。テイクバックが速すぎて、テイクバックをもうちょっともうちょっとゆったりしてドンって。なるほど、ちょっと楽にいけると力でガンっていこうとしてる。そう、それでちょっと体開いちゃったんじゃないかって。振られちゃって、もう振られてこうなりやすい。体が開いて、テイクバック速いと重さに引っ張られる、はい、あ、そう、そうそう、なるほど。何でもそうなんですけど、はい、タイミングって突くだけのタイミングじゃなくて、テイクバックに入る前もタイミングって必要で、整える呼吸を、ここそう、このテイクバック行く時のタイミングもなんとなく自分で感じないと、ただやってるだけになる。このタイミングじゃなくて、この行く前のタイミングも重要だっていう。なんだ、ゴルフとか見てると僕ゴルフできないんですよ。なんかこう前にちょっとこうやってこう行ってから行きます。テイクバックに行くタイミング取ってますか。なるほど、これはちょっと考えたことなかったですね。そうすると、うん、テイクバック力抜けるの。みんなテイクバックで結構力入っちゃう。それはもうテイクバックの前のタイミングを整えてないっていう。自分の中でタイミングは、ね、2回整えるみたいな。インパクトに対してはもう、まあ、素人じゃなければ、うんうん、もうみんな分かってる。そのテイクバックをいかに力を抜く、それはもう全ショットにも共通するような。だから球を効かす時もシビアじゃないですか、はい、引き球、うん、尻尾つくとき、はいはい、厚みがずれやすいんで、テイクバック綺麗に引かないと。なんかよく緊張してとか強くつこうとしてこうなっちゃうのが、まあやっぱテイクバック前のタイミングがちゃんと取れてない。多分呼吸法とかにも関係してくるんじゃないですかね。そう、やっぱメンタル面も結構そのせいで、結局そうです力みが入って、まあ、僕もよくやっちゃうんですけど、そうすごい緊張したときにちょっていう、まあ、僕もありますよ。それ呼吸とかが重要なんで、多分その行く前のなんか自分の目とか、テイクバックをこだわるとタイミング取れるかもしれない。テイクバックをどっちから入れた瞬間が壊れちゃうんで、ふわって感じ、ふわっと引いて、ただそのさっきテイクバックに行くタイミングって言ったのも、多分力を抜くためのタイミングっていうの、自分、うん、力を入れるタイミングって結構簡単なんですよ。なるほど、逆に抜くためにテイクバックをする。それをなんか自分の中でタイミング見つけられると結構楽に球振れます。難しいですけど、なんかこう抜く感じは、もう一個やりやすい方法が、こうテイクバック行く前に止まってみてください。止まってテイクバック、そうです。こう振ったままだと結構じゃん。じゃあこう素振りして止めてテイクバックして突き抜く。そうです。止まって手玉後玉確認して、うん、そういうイメージで練習していくと、そうです、まあ、良くなってくる。そうです。ありがとうございます。